OPG 俺たちプロレス軍団、また今年もこの美声の星子さんと美声の お祭りの方に、来させていただきました。ちょっとぼんやりしてましたがですね、この横断幕作っていただきましたが第6回ということで、こちらの方で試合をさせていただくのが6回目、もう6年目ということになるわけです。数えてみれば6年前、まあ、5年前に1回目があって、その前の年ですよね。こちらの体感、あるいは、まあ、倉庫の方にね、私たちのこのリングを保管する場所がなくて困ってたんですけれども、店長の方から場所を提供していただけるというご縁がありまして、ここでは練習をさせていただいてたんですけど、お祭りがあるんで、どうか1回プロレス試合をやってみないかというお誘いを受けまして、始めたのが、まあ、5年前に第1回の大会を開かせていただいて、で本当にたくさんの方に応援をいただきまして、毎年このお祭りの時にはこの体育館で、プロレスをさせていただいて6回目ということで、本当に OPG の皆さんに応援していただいて育てていただいたこの OPG ずっと続けさせていただいているということです。本当にありがとうございます。まあ、年によってはですね、今日本当に天気が良くてですね、非常に私たちもありがたいな、非常に集まって来られる、いわゆるお祭りイベント自体にお客さんがたくさん来られるということは、私たちの方にもたくさんの方が足を運んでいただけるんじゃないかなという期待もさせていただいております。年によってはね、もう本当に雨の中の大会ということもありまして、まあ、私たちは大会なので構わないんですけれども、どうしてもイベント自体が雨が降ってしまうとお客さんの集まりが悪くて、ちょっと残念だなということも ありました。まあ、私覚えてるんですよ、時に本来ステージの方で持ち上げをねされてるのが、雨が急に降ってきて持ち上げできないからここでさせてくれっていうんでね、急にプロレスの試合の間にリングから持ち上げをしたなっていうような、そういったことを思い出に残っております。さあ、今年も6回目ということでですね、まあ正直私たち OPG は あちこちのお祭りイベントで、まあ、お招きいただく機会が増えてまいりまして、実は先週の日曜日、高橋市の方で、高橋市の手前ハッピーターンの建物の中でプロレスをさせていただきました。でそれと昨日なんです。昨日はですね、この OPG の原点となる OPG が始まった京都教育大学、もともと OPG って学生プロレスだったので、京都教育大学の大学祭の方で試合をさせていただいて、もう本当に比較的は毎週のように試合をやっている、連日試合をやっているという、そういうようなことになったんですが、実はここからしばらくお休みをいただきます。今年最後の大会ということになっています。次に私たちが予定しているプロレスの大会というのが、岡山武道館で年に1回2月に大きな大会を開いています。それがこの大会の次ということに学んでいます。もしかすると急遽、ね、お声をかけていただいているということも、まあ、あるんですけれども、私たちの予定としては今年がこれが最後で、次の武道館大会に向けて、何やら考えていかなければいけないなというふうなことになっています。もしかすると岡山武道館大会に向けて何か重要な鍵になるような動きがこの大会で行われるかもしれないという意味でですね、注目していただいて、できれば2月の岡山武道館大会にも足を運んでいただければありがたいなと思っています。大会の大きな流れとしましては、ここで皆さんにヒントを言っておきますね。ジョロティアっていうグループが新しくできたんです。これも 先月、今まではどちらかというとですね、若者のエース的な存在だった山内拓也っていうね、好青年だったんです。私はそう信じていたんです。山内拓也という選手はですね、急にですね、もう付き合ってらんねえって感じでですね、先輩選手に対して牙を向きまして、逆らうわけですよ。で急に悪く、なんか言葉遣いが悪くなりましてですね、気がついたらなんか悪いレースだと仲間になって、俺たちはグループを作ってこの OPG を変えてやるんだってことを言い出して、で実は先週の高橋大会の中でですね、ジョロキアという
私もあんまり詳しく意味知らないですけど、いわゆるあの唐辛子ですよね。ものすごく激辛の唐辛子の名前なんですよ。それをチーム名にしたジョロキアというチームを作って、まあちょっと試合もね、反則がもうひどいんですわ。めちゃくちゃな試合をするんです。で、それがまあやっぱり彼らの目的としては、岡山武道館大会で何かをやらかしてやろうと、トップに立ってやろうという、なんかそういうような思いで行動を始めたようなんですが、まあなんせちょっとひどいのでね、私たちもなんとか懲らしめてやりたいと思っている中での今回の大会ということになってきています。さあ、ご期待いただきたいと思います。さあ、それでは試合を始めていくわけですが、毎回私がここに上がっているときにやらせていただいていることがございます。プロレスを初めて生で見るという方、手を挙げていただけますか。君らはいいね、君らはもういいから、それもお約束だけどね。少ないですね。ということは、この美声の大会、二度三度と見に来てるよと言われる方、手を挙げていただいて、ああ、そうですね、ありがとうございます。あ、じゃあもうしなくていいかな、やっぱりしようかな。プロレスを楽しむ方法ということでですね、2つ皆さんに紹介させていただいてます。もう1つ目はですね、まず応援をしていただきたいということで、拍手です。プロレスというのはね、いいものと悪いものが試合をします。いいものが頑張っている時にですね、拍手をして応援をしていただくと、よし、もっと頑張ろうというファイトが湧いてきます。そこで拍手を皆さんにお願いしています。じゃあちょっと練習したいと思います。私が手を回しますので、拍手をお願いします。いきますよ、はい、拍手。素晴らしいですね。もう6回もやってきてますから、皆さんよくご存知です。拍手 OK です。でもう一つの方法をお教えします。これがブーイングというやつなんですね。悪いやつらにですね、もうお前らはっきり言いますよ、地獄へ落ちろっていう意味合いの言葉になるんですけども、そういうポーズがあるんですね。親指を立てていただいて、これを下に向けていただいて、振っていただいて、でブーって、言葉でブーって言っていただくんです。これを悪いやつらにしていただくと、まあ悪いやつらはですね、この野郎っていう気持ちになって、さらに試合が熱くなる。で、楽しい試合、皆さんにとって楽しい試合が出来上がるということです。特に今日はこのジョロキアがいますから、ぜひブーイングをしていただきたい。ちょっと練習してみましょう。いきましょう、せーの、はい、ブーイング、お前らに
から見てよーく聞いとけ。俺が OPG 最先端ヒールユニット新スパイスのグリーン様まあ、この新しくできたジョロキアの入った経緯をまずは説明しよう。10月先月、俺の携帯に調べ番号の一本の連絡が入った。それこそここにいる山口さんだ。この山口は先日ブラッドハーツっつうのを解散させて、このゾロキアという組織を立ち上げた。その立ち上げた考え、そして今後の展望というのをしっかり聞かせてもらった。そしてこの山内ザカ、そしてこの俺さんはグリークとの考え方、そして今後の展望をしっかり噛み合った。まあそういうことだな、そういうことだ。これからこの山内ザカ、そしてこのグリークがこの新ヒールユニットジョロキアで暴れちゃったからな。お前らよく見ろ。おいおいおい、それとよ、そこにいるゴールデンイクスのお二人さん、お前らだよ、お前らしかいねえだろ。今やってこい。
みたいな人たちに負けるわけがないんで。まあね、唐辛子の辛さには、まあ、ヨーグルトがよく作っているけど、真っ白な気持ちでね、俺たちが戦いたいと思ってるから、今日は以前の皆さん、俺たちゴールデンエッグの応援よろしくお願いします。じゃあね、もうせっかくリングにいるから始めようか、美声大会を。じゃあ美声の皆さん、準備はいいですか？準備はいいですか？それじゃあ始めようか、 OPG美声大会西西豊かに対鳥取ダラスプロレスレイファンの原口智也組、第1試合ロビンタクマッチ45分日本勝負マンショート三浦マスカット松井ダラスプロレス三色勝負組対鳥取ダラスプロレス大塚ビーチタクリーブラザーズイングリッチタクリーストームリバータクリーグ、第3試合マッキー代表デビュー20周年記念特別試合5分一方勝負マッキー代表対グレートブタイガー、第4試合ジュニアヘビー級選手権試合チャンピオンザラン対挑戦者鳥取ダラスプロレス新旧サンダーライダー、第4試合 OPG パック選手権試合チャンピオン上から攻め JK 高天天気組対挑戦者山内さんやクリーン超ギャックリーン、そして本日のメニューの OPG ヘビー級選手権試合並び星野さんの夢カルマッチ60分日本勝利チャンピオンナンバー対挑戦者東流、以上6試合をご用意いたしました。
上級士の日銀牛タイプ。レフェリー平次郎さん。
して。さあ翔太、これはやった。
さあ第2試合は見事に岡山 OPG 組の勝利ということになりました。続いての第2試合に入りたいと思います。第2試合6人対抗地45分一本勝負を行います。Thank you.
参りましたな。バックリーボーイズの兄ストーンカーパーティーであります。ストーンリバーというのは、まあ、いわゆる英語で言いまして石の川ということが分かるわけでありますが、ストーンリバータックリー、打ちました。カウンター、カウンター、
第3試合、松井大臣のデビュー20周年記念試合、エキシビジョンマッチ5分一本勝負を行います。しかし、おっと足を取っている。松井大臣の
間もだいぶ進んでおりますが、さあ場外のワーッグレートタイガーのローリングスマットが移動してきましたが、初めての不動だ。場外の連発だ。よっしゃ、さあこれはやはりグランドのみの攻防であれば、やはり松井大二郎は10チームの一つの層がありますが、こういった場外でのやり取り、こういったプロレスであればグレートタイガー対抗しうるか。さあでもさあこういったプロレスの展開になるとグレートタイガーがリードか。さあおっと、さあでもさあ
月には達成ランナープロレスの方で大きなプロレスの試合が行われるということで、達成ランナープロレスの池宮二郎選手が皆様に紹介をしたいということでご案内をさせていただきます。キャプテン
さあ、大きいチームは阪急フリーエースでジョロキアの選手である。で、チャンピオンの誰はなんと鳥取の新宿サンダーライガーと相対する防衛戦となりました。ヒールであり憎き相手ではありますが、岡山の OPG を代表する試合ということにもなる、まあ、非常に岡山の人間としては微妙な試合ということになりました。さあ、鳥取の大エース新宿サンダーライガー、さあ握手を、もっと握手は行われました。じゃあ何か一人来るかと思ったら、さあ多くなりました。鳥取の英雄金龍サンダーライガーとジョロキアのチャンピオンザカ、さあ鳥取の英雄のチャンピオンが大勢セットしてこの犠牲になってまいりました。途中から解説でよろしくお願いします。はい、対、まあ、OPG という図式をまあ複雑に考えていくわけですね。そうですね、まあ、つまりこれ OPG の順延ビデオタイトルマッチですから、はい、もしこの場合、まあ、ジョロキアとはいえ、はい、ザカと負けると OPG の順延ビデオベルトがですね、鳥取ダラスプロレスの方に流れてしまう、流れてしまう、流出というところですね、はいはい、これは OPG という団体としてはこれはちょっと、ね、困ったな、そうですね、複雑な心境ですね。まあ、大きい人の中で、ワールドカップが作っているグループの代表であるザカとはいえ、大きい人のベルトを鳥取ダラスさんの方に持っていかれるというのに、まあ、ちょっと悔しい思いがあると。さあ、そちらのところ、微妙なところではあります。さあ、しかし、この対戦相手はなんと鳥取のエイク新宿サンダーライガーということで、はい、非常に大変豊富な選手がタイトルマッチに名乗りを出てくれました。そうですね、はい、意味があるというのを聞いてますよね。はい、それが実況を出されたのが楽しいですよね。そうですね、実際ここでも中心に活動されている本当にダラスプロレス、まあ、プロの選手も中に入っていろいろな指導を受けながら、まあ、選手全員のレベルアップを上がっているということもあって、まあ、非常に試合を見てみる限り基本的にレベルの高い、ローカル団体としてもレベルが高いと、いわゆるプロレスの専門的団体があるんですけど、はい、ここでも紹介されて評価されているという、いわゆる CS の制度なんですね。はい、そうなんですね。オピジはやるより若干見られるかと思います。そうですね、オピジはいろいろ諸事情もありまして、はい、あまりそういうのにはお答えしていないところもあるんですけど、さあ、はい、臨んでいただいているんですが、はい、しかしは OPG の最初の OPG の感じになっちゃうわけですよね。基本的には複雑な感じになってますよね。さあ、しかしザカがこの辺りヒールの悪役の悪党としてのインサイドワーク、頭を使っての攻撃で、おっと、アイルピオリー
レフェリーのキャプテン、そしたらザカを離してくれているために今ライガーの方はマスクを通すことができましたか。あっと、すぐに攻め込んでいったんだ。さあ、このキャプテン翼、今までは翼と名前だけだったんですけど、はい、この東山のダイナプロレスと、はい、ところに参加した時にですね、はい、お前翼じゃ言いにくいからキャプテン翼にしよう、なるほど、名前をいただいたということで、この大会からキャプテン翼を名乗らせてもらっております。大きい人気役に行きましたというのは、そうですね、よかったわけですね、はい、しかも、私の授業をやってきまして、はい、すいません、僕さあ、レベリングにさらに1層の磨きがかかるわ。さあ、というのは、さあ、順調さんの大学を抱いて、おー、ありがとうございました。おー、ありがとうございました。カウントはまだ、カウントは2になります。さあ、5分経過、5分経過。これでやっとですね、大きいものができましたよね。はい、だんだん試合が活気づく、楽しくなってきましょう。さあ、技を取り合い、バックを取り合い、そして、おっと、これは
新宿サムライガーの激しいボールでしたね。
出てきたキャプテン翼。さあ OPG のエースコンビゴールデンイーグルスに対するは、さあこの大会の最初から暴れているジョロキア山内拓也とグリークがタイトルマッチに臨んでまいります。さあこれを止めることができるのか、このヒールユニットを勢いを止めるか、ゴールデンX注目の一戦になります。さあ両者にあったどちらが先発を勝手に出るか、どうやらグリークと上原ともがヘビー級同士がぶつかり合うか。ですよね、握手しろというお客様です。いやーっと、やっぱりどっかの
ほぼ同時に結婚したというね。付き合ってたね、彼女の長さも長年ぐらいという話をしてましたから、それぐらいで同じぐらいなんですね。さあ、山本を捕まえて離さないゴールデンウィークス、見事な立ち技を見つけました。あーっと、田中の時代やっぱりタイミングを合わせるところは、本当に非常にいいコンビですね、ゴールデンウィークスは。はい、さあ、このゴールデンウィークス、今年の2月、今年の2月、岡山武道館での大会においてグレート舞台がアントニオ・カザリの組を破ってタワーをサーブルとなりました。事実上の世代交代という国に試合になりました。これからも OPG を引っ張っているのは俺たちだと、あそこの岡山武道館で高々に宣言をしました。しかしそれに待ったのが出たのがこの山内拓也。はい、まあ要はですね、世代交代に、まあ、自分たちも賛成させると。そうですね、はい、まあ、そういう意味ではね、はい、OPG をもう人数が活性化するという意味では、まあ、確かに山内が JK に気を持つというのは、まあ、非常にいいことであるいいことですよね。何もこのままでヒールに鉄道をされてもいいんじゃないかと言う気はしたんですが、まあ、ある意味責任を持たないで一瞬で落ちたりがあってもいいわけですが、そうですよね。この異分子であるグリーンを取り込んだというのYeah!
それに反響を翻した山内。来年2月の武道館大会にベルトを巻くことが決まったぞ。
OBG ヘビー級選手権であるために、お城だと夢叶うマッチとして行われます。この試合の勝者は2戦場で作られたお米をこの岩手の勝ちました。さあ競技が競技を一歩一歩に離れている。さあもう無理を無理をでしょ、あまりも攻略攻略が離れずに次と不動競技がこれ競技をすごいステートに行ければそうですね、周りにいるですね、もう先ほどみんなそうなんですよ。はい、まあ、いわゆるプロレスラーで
このラム選手考えた可能性がありますね。けさ固めの体勢から相手の顎のあたりにもなんと押さえつけるような感じのことが見られました。さあ、そしてさあ、これはどんな技なのか。これ嬉しいか、嬉しいという言い方で、さあ、相手とも揉み合いになって自分が取れると思ったところで技を仕掛けていく。このあたりのランナー100戦目までに届けるでしょうか。さあ、このところは足がサードロープにかかります。サードロープブレイクロープのまっすぐがですね、足を取れるようにロープを内側に押し込んでますよね。そうですね、細かいところこの試合をですね、ドライバーのセコンドがかなりコントロールしてくる感じがありますね。なるほど、はい、カウントワンです。
願いいたします。はい、はい、徳島城ランマ殿、期限は平成28年11月13日、伊勢ふるさと祭り会場において行われた OPG 認定ヘビー級選手権試合において見事に勝利されました。ここに当実行委員会の認定試合の勝利を称え、本庁を送り栄光を表します。平成28年11月13日伊勢ふるさと祭り実行委員会実行委員長西野ロール。そして勝者トロフィーが贈られます。そしてなんと星娘沢井京君いただきました。トロフィーは一人記念写真を、あ、一緒に写真写っていただいて皆さんご苦労様です。プロレスの方が大変今日ありがとうございました。皆さん喜んで、感染されたと思います。今までは美声のこの大会では牛肉を、勝利者賞として出てたらしいんですけど、今日は星娘、これ僕らが美声との大有志の方が35人くらいおるんですけど、この方で星光を元にした星娘という、これは美声しかありません。これを賞として渡したいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。新しい美声の地元の方と星娘いただきました。ありがとうございました。星娘最高これは、あの、キングモーチを今朝ついたばっかりです。あの、まだ柔らかいんです。ついたって、私、興奮してから喉カラカラで、まあ、はい、あの、まだの興奮で、あの、手もかなり震えてらっしゃると思うので、あの、なんか保健師の方とかいらっしゃる、はい、看護師の方とかね、はい、なんか前置きが長くなったけど、頑張ろう。あのね、理性の大会はね、毎回きついんだよ。去年はクレイジーエリスっていうクレイジーなお医者とバックドロップすっごいかったところで、帰り京都までの車すげえ大変だったから、普通3時間かかると6時間だって、すげえ休憩した。OPG の年内最後の興行っていうか試合、お疲れ様が出発してもらいました。ガーガー、今の終わりじゃないんだよ。さっき各のところでも話になったかもしれないけど、また2月に証拠にもなくお金もないのに武道館でお前らに一人ぐらい名乗り出てくれるやつはいないのかな。いるわけ、いる、いる。何か打ち合わせをしていたかのようにも名乗られるんだけど、めちゃん、めちゃんよ、皆さんこんにちは、クリスメイチです。よろしくお願いします。
山ちゃん、光栄おめでとうございます。そしてこれで今日、山ちゃん担当です。はい、なのでおめでとうの歌を歌わせてください。お願いします。ミスター僕歌っていいか。そして、OPG のヘビー級。